こんにちは、ハイジーです。今日はコメダコーヒーさんにやってきてまして、これまで食べたことがなかったメニューに挑戦してみたいと思います。いつもついついハンバーガーとかサンドイッチに目がいっちゃうんですけど、今日はちょっと冒険したい気持ち、タッチパネルをいじってるとやっぱり見つけちゃうんですよね。こんなのあるんだってやつを、ビーフシチュー試してみたくなりますよね。そんでドリンクに関しては結構いつも頼んじゃうんだけど、ウインナーコーヒーだね。そんでこのお店タッチパネル式だから、実はあんまりこれ使わないんだよね。これ押すの結構楽しみだったりするんですけれども、何かがないと押せないから、悪のボスが飼ってる小動物的な感じで撫でときましょうか。そうこうしている間にホイップパンケーキが来ましたよね。ほら、ふわふわの生地も美味しそうなホイップパンケーキ。いや、頼んでないや、ホイップパンケーキは。これウインナーコーヒーのクリームだよ。相変わらずすごい量。そしてコーヒーに自動的についてくるこのカロリー豆の存在も嬉しい。ちなみにこれ10円でおかわりできるって知ってた？いただきます。というわけで、まずはウインナーコーヒーを一口って飲めないよね。これはもう飲むというか吸うってことになっちゃうから、一回スプーンでなんとかしましょう。でももうかき混ぜるにしても絶対コーヒー溢れちゃうから、一回ちょっとコーヒーがついてる部分を食べるっていう作業。なんかオープニングからすごいもの食べちゃってるなって感じはするんだけど、横を見たらもっとすごいのがあるから大して罪悪感がないっていうパターン。そしてやってまいりました、ビーフシチューでございます。真ん中にあるのなんだかわかりますか？そうです、ポテトサラダなんです。ポテトサラダの上にチーズ乗せてます。さすが米田さん、十筋縄くらいでもいかないくらいメニュー作りに貪欲。これにさらにトーストされたフランスパンが2切れついてくるという抜かりのなさ。お暑いから注意してくださいって言われたけど、すぐに食べたい気持ちを抑えきれない。食べる道具はスプーンだけど、その気持ちだけはユリギラーでも曲げられない。とりあえずすくったスープを持ち上げてみると、チーズが伸びちゃいました。チーズ伸びちゃいました。ありがとうございます。そしてそれをすすってみますと、やっぱり美味しい。そしてびっくり、何このビーフシチューの上の刻み海苔の存在感、すんごいいい風味を足してくれてる。そしてこのお肉のゴロゴロ感もさ、見張るよね、目を。でこのプルプル感、踊るよね、心が。ただ一旦リリースしてポテサラからいきましょうかね。ポテサラとさ、ビーフシチュー組み合わせたらさ、絶対美味しいじゃん。ほら、食感が濃厚クリーミーになっちゃってんのよ。でチーズのコクも効いてんのよ。だから弾むよね、気持ちが。そしてちょっと焦がしちゃってんのよ、パンも心も。そんでさ、このパンをシチューにつけたらもうアトラクション的に伸びるから、チーズが。だからスプーンですくってなんとか整えて食べますと、はい、もう本当に深いの、顎の色が。いや違うよ、顎の色じゃないよ、味わいだよ、味わいが深いの。ほらもう濃厚だからさ、パンにもしっかりついてきてくれんのよ。そんで何度も言うけど、海苔のアクセント。いよいよお肉もスプーンですくってみましょうかね。この濃厚なビーフシチューが絡んだお肉、あ、ちょっと待って、あれあれあれ、ちょっと待って、うまさすぎて動けなくなっちゃった。 なんだこれ、なんだこの現象。IKKO さんの本名は豊田和幸。あ、関係ない関係ない、美味しそうすぎて関係ないこと考えちゃった。というか白目向くほどうまいんですけど、何これ、めちゃめちゃお肉が柔らかく煮込まれてる。じゃあ今度はポテサラをお肉の上に乗っけてスプーンで一緒にすくってみた。あれ何これ、ちょっと美味しそうすぎて体が固まっちゃった。橋本環奈さんは実は双子。あ、関係ない関係ない、美味しそうすぎて関係ないこと考えちゃった。うま、いやお肉うま。じゃあ今度は器の中の具材をなるべくいっぱいスプーンの上に乗っけて食べてみ。あれ動けなくなっちゃった。焼きそば UFO の名前はうまい太い大きいの略で UFO。 あ、関係ない関係ない、美味しそうすぎて関係ないこと考えちゃった。いやどんだけ美味しいんだよ。もうさらにパンをちぎってまたシチューをたっぷりつけて頬張って、あっさりごちそうさまでした。そしてちょっと残しておいたこのカロリー豆を指でつまんでこう持ち上げて、あれ、いやこれはさすがにすぐ食べる。
これも好きだけどね。